ウィリッツ・バーンサイドは、アメリカ合衆国、イリノイ州クック軍、エヴァンストン出身の元プロ野球選手。ダートマス大学卒業後、ニューヨークジャイアンツに入団。1955年に、同級団で、メジャーデビュー。1956年は MLB での登板はなく、1957年に、再び、メジャーリーグでの登板機会を得る。1959年から、 デトロイトタイガースに移籍する。この年からメジャーリーグでの登板機会が増えるようになる。エクスパンションドラフトによって1960年12月にワシントンセネタースに移籍する。1962年末に FA となりボルチモアオリオールズに移籍する。しかし1963年5月9日にオリオールズから解雇され5月24日に ワシントン・セネタースと契約して復帰する。1959年から1963年までは毎年30試合以上メジャーリーグで登板していた。1964年1月31日にセネタースから阪神タイガースに入団。2月16日に来日。入団時の背番号は72だったが、その後32に変更。 一年目は防御率3点台前半であったが5勝に終わる。翌1965年は防御率は2点台後半と改善するも前年と同じく5勝に止まり14倍を期した。シーズンオフに球団から残留を要請されたが家族が帰国を望んでいたこともあり10月30日に退団が発表された。その後引退しダートマス大学へ復学し、 終始過程を学んだ。左のサイドスローからのキレの良いカーブが武器の投手だった。他に、ナックルやスライダー、シュート、スクリューボールも使用していた。また、死球が少なく使いやすい投手でもあった。日本球界では、防御率は1964年が3.36、1965年には2.91を記録し、ホイップは、双方とも1.13と、 安定していたが、打線の援護に恵まれず、日本球界に在籍した2年間で1年に5勝ずつしかできず、2年目の1965年には14敗を喫している。1961年に、ロジャー・マリスは、左腕からは12本塁打しか打っていないが、そのうち3本塁打はバーンサイドが健常している。一方、王・サダとは相性が良く、2年間で一度も、 本塁打を打たれなかった。王と50打席以上対戦した投手72人の中で本塁打を打たれなかったのはバーンサイドを含め3人だけである。ありがとうございます。